ょうどいいじゃない。こちらで検温を行ってます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、こちらでもどうぞ検温を行ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、はい、どうぞ、どうぞ。はい、ありがとうございます。チケットの方、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上40分でございます。なお、申し出のチームは嵐でございます。
コーヒー。キャンバリスタート。福田手番号4つです。そうですね、あそこよくやってたなって思うもんね。違う、ほんとだよ。人工さんの人工さん肩に行くしさ、いや俺パリも10やってたと思うよ。あれ西京極もあったから。西京極ね、京極ね、阪神と太陽で行くと鎌田を日本で一番熱い大地にしたい。いや俺こうちゃん大変よ。どうも皆さんこんにちは、こんにちは皆さん、どうもこんにちは、こんにちは。私小笠原虹色ヘッドコーチ、モノマネをさせていただいております。浅い企画小笠原ミニヒロと申します。よろしくお願いします。最初の皆さん、いつもありがとうございます。どうもよろしくお願いします。マリンズマルムさん、今日よろしくお願いいたします。 MC の小笠原ミニヒロです。どうもすいませんね。そして早速一つ言っておきます。喋ると全然似てません。一応こんな感じ、こんな感じですが、一応マスクしろってことで、まあ、今こんなご時世なんでね、しなきゃいけないっていうことで、一応マスクでやらせていただきます。ごめんなさいね、ちょっと。そして私の横にいらっしゃるのが熊本のゆるキャラ上等、そして浦安の蜂蜜好きの黄色いクマ、この野郎、俺こそがナンバーワンクマだ、カマスタのアイドル、カミちゃんです。カミちゃんも今日いっぱい見に来てくれるか、ね、ちょっと雰囲気出したいからマスクちょっと開放するわ。ドラゴンボールとかでいう、なんだろう、道着脱いだときにずしみたいな、重い道着ずしみたいな感じで今マスク外しました。では、いきます。内角ギリギリの厳しい攻めをされた後もしっかりインコースをライトスタンドにぶち込むキレキレの小笠原道博。ビデオまだ続きあるんだろうな。マリーンズの選手みんな見てるからな、真似されないようにな。はい、どうもすいません、ありがとうございました。ちょっと盛りすぎましたね。あと30秒、あと30秒。キャンプ地とかで見るボール、ティーバッティングしてボールが散らばった時に趣味が出ちゃう小笠原道博ヘッドコーチ。はい、すいません、最後ぬるっとしましたけど、はい、ぜひ皆さん観戦よろしくお願いします。お願いします。ただいまよりメンバー用の最終確認を行います。マニッツ鳥越監督、ファイターズ新井監督、お願いします。すごいね、千葉県の決勝戦、すげえ試合してるんだよ。6対6です。延長10回です。
まあ、すごい。
熱いな、これ。熱いですね。熱いですね。最後は太極拳ですか。それでは後半もよろしくお願いします。お願いします。お客様にお願いいたします。股関節中は周りとの距離を十分に取り、ご家族でお越しのお客様を除き、お席回転数バッテリーの交代をお知らせいたします。キャッチャー神谷に代わりまして梅田隆司、ピッチャー田畑に代わりまして斉藤隆司、次回キャッチャー梅田隆司背番号15、最高のピッチャー斉藤隆司背番号1。Thank you.
スが到着しておりますので、特定の方へお進みください。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます。東武鎌ヶ谷行きシャトルバスをご利用の方はバスが到着しておりますのでバス停の方へお進みください。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。東武鎌ヶ谷行きシャトルバスをご利用の方は